ソータが亡くなったってことは、この家は私のものよね。はあ？こんな時に何言ってるんですか？あなた母親として悲しくないんですか？悲しいわよ。でも生きていくためには家が必要じゃない。とにかく、今日からここは私の家。あんたの部屋はないから。私はとことん呆れてしまい、もう怒ることすらしたくなくなった。じゃあ出て行きます。そう言って私は荷物をまとめて出て行った。私の名前はユカ、29歳の在宅ワーカー。夫のソータとは結婚して3年が経った。私たちにはまだ子供はおらず、相変わらず新婚のような感じでとても仲良く暮らしている。私が在宅で仕事をしているので、家事は基本的に私がしている。夫は私が作る料理をいつも美味しそうに食べてくれるので、作りがいがある。だが私が在宅での仕事が忙しく、納期などに追われている時は家事をやってくれて、私を助けてくれるのだ。こんな風に私たちはとても幸せな毎日を送っていた。ちなみに私たちは義弟夫婦ともかなり仲が良くて、よく4人で一緒にご飯を食べに行ったりしていた。義弟夫婦は新婚ほやほやなので、いつも仲睦まじい雰囲気だ。そう言うと、兄貴たちだってそんな変わんないけどね、と義弟にいじられるのだが。みんな年が近いので、共通の話題が多かったり、同世代ネタなどでワイワイと楽しく盛り上がる。しかし、一つだけ私たち全員を悩ませている問題が。それは、義母のことだ。義母は、蝶がつくほどわがままというか、傍若無人な人で、みんなを困らせてきた。義弟夫婦に関してはかなりの被害があったのでかわいそうだった。その日は義弟の誕生日で義母が高級寿司をプレゼントすると言って義弟夫婦を寿司屋に連れて行ったらしい。義母はそこで好きなように頼んでいて、あなたたちも遠慮せずにと言ったので義弟夫婦もお言葉に甘えてたくさん注文したそうだ。しかしいざお会計となると義母はごめん、お財布忘れちゃった、と言って、結局義弟夫婦の家計から高額なお金を出さなければいけなくなったらしい。プレゼントと言っていたので支払わされたことに納得のいかなかった義弟は後で催促したそうなのだが、義母はなかなか行けないお店に行けてよかったわね、とだけ言って、全くお金を支払ってくれなかったそうだ。ちなみに私たちも夫の誕生日の時に同じことをされそうになったことがあった。その時はすでに義弟夫婦から話を聞いていたので、私たちはその場に義父も呼び、高級寿司ではなく普通の寿司屋で節度を持った食べ方をした。義母は義父がいる以上、好き勝手することができず、とても不満そうな顔でお寿司を食べていたのを覚えている。まあ、義父がいて夫の誕生日祝いとなれば、義父は当然自分が出すと名乗り出る。ということは、義両親の家計から出すようなものなので、義母にとっては出費なのだ。その時は私たちに軍配が上がったのだが、それ以来義母は私に対して物言いがものすごく厳しくなった。しかも私が在宅で仕事をしていて家にいるのを知っているので、何度もアポなしで訪問してきた。最初は私も対応していたのだが、さすがにこれは荷が持たないので居留守を使うようにした。幸い私と夫が住んでいるのはマンションだし、インターホンの映像で顔がわかるので義母が来た場合は無視すればいい。義母は自分だけを無視していると分かってからはインターホンのカメラを手で隠して真っ黒な画面にした状態で、郵便ですと他人のふりをして中に入ろうとしてきた。しかし画面を隠す人など普通はいないので、私は義母だと確信して無視を続けた。それからは諦めたのか、ほとんど家を訪問してくることはなくなった。とまあ、こんな感じで義母はとにかく傍若無人に振る舞い、私たちを困らせてきたのだ。そして最近、義両親が離婚の危機に陥っているという話を聞いた。そのため私たちが集まると、必ず一回はその話題が出る。なんで離婚しそうなのかは、かたくなに教えてくれないんだよな。まあ、父さんがあの母さんに愛想を尽かしたって感じなんだろ。夫も義弟も昔から義母の性格の悪さというか、わがままな部分を子供ながらに目の当たりにしてきていたらしい。そのため絶対に嫁いびりをするだろうと思っていたそうだ。だからできる限り私や義弟嫁に被害が来ないように、義実家を訪ねることはよほどのことがない限りしないようにしていた。しかし義両親が離婚となり、義母が一人になるとその暴走を止める者がいなくなる。
前みたいに私と夫の家に何度も訪問しようとしてくるかもしれないし、義弟夫婦のところに行くかもしれないと思っていたら、どうやら嫌な予感は的中した。義母は離婚後すぐに義弟夫婦の元に泣きついたそうだ。何度も土下座してきて、改心しているから新しい部屋が決まるまでの間ここにいさせてほしいとお願いしてきたそうだ。義弟も義弟嫁も基本的に穏やかでいい人なので、義母が本気で絶望した様子で頼み込んできたことで少し心が揺らいでしまったらしい。早く部屋を見つけることを条件に義母の居候を許可してしまったそうだ。だが案の定これが大失敗。義母がおとなしかったのは初日だけで、すぐにいつもの義母に戻り、義弟嫁はひどい嫁いびりを受けるようになった。義弟嫁は私の元に泣きついてきたので、ボイスレコーダーで嫁いびりの証拠を集めるように指示を出した。そして証拠が揃ったら義母に突きつけて全員で追い出そうと計画を立てた。あら、ソータじゃない。あと、ユーカさんも。こいつ、あからさまにテンション下がったわみたいなトーンで私の名前を言いやがって。二人とも今日はどうしたの？弟夫婦が困ってるって言うから家に来たんだ。困ってる？何があったの？義母は何のことかわからないといった様子だが、無理やりに居間に座らせた。それじゃ早速本題に入ろうか。母さん、これ以上弟たちを苦しめるのはやめてくれないか？いきなり何よ。私が次男夫婦を苦しめてるって？一体どんな言いがかりよ。ふざけんな。日中に俺の大事な嫁に嫌がらせをしてるだろ。そんなことしてないわよ。あんたこの女に何か騙されてるんじゃないのかい？お母さんは毎日のように私をいびってきます。私もう耐えきれないです。大体俺たちは母さんが心を入れ替えたと言うから、部屋が見つかるまでの間居候を許可したんだよ。それなのに1週間経った今も家を出て行こうとせず、しかも嫁いびりまでするなんてどういうことだよ。だから嫁いびりなんてしてないわよ。誤解よ。そんなに言うなら証拠を見せてくれる？わかりました。そう言って義弟嫁はボイスレコーダーで録音した音声を再生した。そこには義母が義弟嫁を罵倒する声がたくさん録音されていた。母さん、これでも自分は嫁いびりをしてないっていうのか？いや、これはあんた録音なんて卑怯な真似を。開き直った義母は義弟嫁につかみかかろうとした。だが義弟がそれをガードした。いい加減にしろ。人の優しさにつけ込んで好き放題しやがって。もう俺たちは母さんと縁を切るからな。今すぐ荷物をまとめて出て行け。そんな。それじゃあ私はどこに行けばいいの？それじゃあ今から不動産屋に行こうか。即入居できるところを探そう。荷物は最小限にまとめてビジネスホテルに泊められるようにしよう。ちょっと待って。本気でそれを言ってるのかい？当たり前だろ。そのために俺たちはここに来たんだから。そして私たちと義弟夫婦で協力して義母の荷物を最小限にまとめた。必要のないものの中でお金になりそうなものはすぐにリサイクルショップに売りに行き、そのお金を義母の引っ越し資金に回すようにした。義母は私たち4人が問答無用で自分を追い出す行動をしたことにうろたえていた。そして運よく即入居できて安い家賃のアパートを発見。夫はすぐに義母に契約させ引っ越しを決めさせた。その後安いビジネスホテルに泊まらせて私たちの役目は終了。全てが終わった後、義弟夫婦からはとても感謝された。私たちは義母を追い出すことに成功したお祝いに乾杯した。しかし義母は一筋縄ではいかず、今度は私と夫を困らせた。それはある日、私がスーパーで買い物をしてマンションに帰ってきた時のこと。私がマンションの入り口に入り、オートロックの鍵を開けようとすると、そこに人が倒れていた。大丈夫ですか？慌てて駆け寄り、意識があるか確認すると、その人は顔を上げた。お母さん。なんとそれは義母だったのだ。ゆうかさん、助けて。ちょっと救急車呼びますか？水。どうやら義母はここ数日飲まず食わずだったらしい。ここはマンションの入り口だし、昼間などで住人たちがたくさん出入りしている。
心配そうにこちらを見る人や酔っ払いかと勘違いして顔をしかめる人などがいた。私は仕方ないので義母の肩に手を貸して家の中に入れた。それでたらふく飯を食って寝てるってわけか。ごめん、さすがにあの場に放置したら他の住人に迷惑がかかりそうで。いや、優香は悪くないよ。まったく、とんでもない母親を持ってしまったな。俺、あさってから海外出張なのに大丈夫かな。それは心配だけど、まあお母さんも一人暮らしの部屋があるわけだし、なんとか帰ってもらえば大丈夫でしょう。私はこの時事態を甘く見ていた。そして夫が海外出張へ行く日がやってきた。今回は南極大陸への出張で半年は帰ってこない予定だった。ちょっと寂しいけど仕事だから仕方がない。じゃあ行ってくるよ。うん、体には気をつけてね。そうだ、行ってらっしゃい。ああ。義母はなぜか空港までついてきた。せっかくだから見送りたいと言ってきたのだ。私は帰りの車で義母を義母が住んでいる家まで送ろうとした。すると義母はとんでもないことを言い出した。あの家はもう追い出されちゃったの。え？どうしてですか？だって家賃が支払えなかったんだもの。いや、でも財産分与のお金入ってましたよね。あそこから少しずつ家賃は支払えるはずじゃないですか。あれはその慰謝料分の分割の支払いに使いたくて。はあ？なんと義母は自分の不倫が原因でギフと離婚したらしい。優香さん頼むよ、私には行くあてがなくて。いや、それなら不倫相手のところに行けばいいんじゃないですか？無理だよ、向こうは嫁の方が離婚しないって言ったから別れなかったんだから。既婚者同士の不倫だったんですね。お願い優香さん、このままじゃ私一昨日みたいに飢え死にしそうになっちゃう。絶対に迷惑をかけないから。わかりましたよ。私は仕方なく義母を家に住まわせることにした。この前みたいにマンションの前であんなことをして他の人に迷惑をかけられたら困るからだ。それからは義母はめんどくさい言動をしながらもとりあえずは居候としてもおとなしくしてくれていた。夫が海外赴任先からビデオ通話で義母に釘を刺しておいたことが効いているようだ。何かあったらいつでも追い出すと夫が宣言してくれたので、義母はこのまままた問題を起こしたらさすがに今度はホームレスになってしまうと悟ったようだ。しかしそんな中、まさかの出来事が起きた。夫が行方不明になったのだ。会社も現地の人も有力な情報が得られず、生きている保証すらないということだ。私はとても悲しんだ。あと2ヶ月ほどで夫は帰国予定だったのに。しかしそれから何ヶ月経っても夫の行方は分からなかった。もう命は助かっていないだろう、そういう見解をする人たちがちらほら現れ始めた。助かっていてほしい、そう思いながらも私も心のどこかでもうダメかもしれないと思い始めていた。そんな時、またあの義母がとんでもない言動をしだした。ソータが亡くなったってことは、この家は私のものよね。はあ？こんな時に何言ってるんですか？それにソータが亡くなったかどうかはまだわからないじゃないですか。あなた母親として悲しくないんですか？悲しいわよ。でも生きていくためには家が必要じゃない。現実を受け入れて前を向かなきゃ。とにかく、今日からここは私の家。あんたの部屋はないから。私はとことん呆れてしまい、もう怒ることすらしたくなくなった。じゃあ出て行きます。そう言って私は荷物をまとめて出て行った。その後この話を聞いて気の毒に思った義弟夫婦が私を家に呼んでくれて、少しの間居候させてくれることになった。そして居候中の部屋を探し、いい物件が見つかったのでそちらへ引っ越す準備を進めることに。すると義母が義弟夫婦の家へと突撃してきた。優香さん、いるんでしょ？義弟夫婦が追い返そうとしたが、私は私が対応するわと言い玄関へ行った。近所迷惑なのでどんどんしないでください。ちょっと優香さん、家を追い出されたんだけどどういうこと？ああ、そういえばもう1ヶ月経ったんですね。あの家私が出る時に売ったんで、お母さんの元に退去命令が下ったんですね。え？だってあの家はソータのでしょ。あの家の名義は私ですよ。
海外出張が多いソータの代わりに在宅で働いていた私が契約したので。そんな家を追い出されたら私どうしたらいいの？知りませんよ。自分で働いて部屋を借りてください。すると義弟夫婦もこちらにやってきた。今度この家にやってきたら容赦なく通報するからな。そんな義母は泣きながらその場から走り去っていった。やれやれ、やっと私たちの前から姿を消してくれたな。その後、私は一人暮らし用の部屋に移り住んだ。部屋は快適だった。でも一人にしては広すぎるかな。料理を作っても美味しいと言って食べてくれる相方がいない。あの笑顔はもう見られないのか。いただきます。一人、発した言葉は自分以外の耳に届くことなく消えていく。そんな時、いきなりインターホンが鳴った。画面を見ると手で覆い隠しているのか真っ黒だ。まさか義母が。どうしてここが分かったの？本当にしつこい。もう何ですかお母さん。いい加減、警察呼びますよ。すると画面から聞こえてきた声は義母ではなかった。おっと、警察呼ばれたら困るな。俺は今、不法入国中なんで、なんちって。え？私はその声に聞き覚えがあった。すると覆い隠していた手を離したのか、その顔がはっきりと映った。そうだ。ただいま。家の鍵を開けて、玄関のドアを開けると、そこには紛れもなく私の夫がいた。そうだ、生きてたんだね。よかった。私は涙が止まらなかった。遅くなってごめん。本当に心配したんだから。もう亡くなってしまったのかもって、そんなことまで考えちゃって。夫は私を抱きしめて本当にごめんと謝った。夫は乗っていた船が爆発し、パスポートやスマホなどが入った荷物が全てなくなったらしい。それからは遭難状態になって生死をさまようほど大変だったそうだ。だが運よく親切に家に入れてくれる人と出会い、なんとか生きながらえたとのこと。一応手紙を送ってきていたそうなのだが、おそらく義母がなんだかわからずに勝手に捨ててたんだろうな。私の目に触れることがなかった。そしていろいろと手を尽くして何とか日本に帰国することができたそうだ。家に帰ったら別の人が住んでてびっくりしたよ。弟の家に行ったら優香はここに住んでるって教えてくれたんだ。そうだったのね。でも本当に生きててよかった。夫はその後、海外出張がない仕事に転職した。もう二度とこんなことがないようにと思った上でのことだ。死別しそうになったことで、夫婦仲は昔以上に熱いものとなった。そしてついに、私たちの元に子供ができた。私も夫も大喜び。義弟夫婦もお祝いに駆けつけてくれた。ちなみに義母が今どうしているかは知らないが、かなり貧しい生活を強いられていることだろう。私の今の家の住所はもちろん伝えてないし、義弟夫婦も用心して引っ越した。そのため義母が私たちの居場所を知る手立てはない。私たちは安心して穏やかな日常を過ごせるようになったのだ。これからも私は夫を生涯愛していく。そして夫婦で支え合いながら、これから生まれてくる子供を大事に育てていきたいと思う。旦那さん、生きてて本当に良かったですね。涙が止まりませんでした。それに比べて義母は、いや、思い出したらさっきの感動の涙が消し飛んでしまうのでやめておきます。要は傍若無人に振る舞った悪い行いは全て自分に返ってくるということですね。主さんはこれからも旦那さんと、そしてこれから生まれてくる子供とずっと温かい家庭を築いていってくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。